マイケル・トーマスは、テキサス州ヒューストン出身のアメリカンフットボール選手。現在 NFL のヒューストン・テキサンズに所属している。ポジションはセーフティ。スタンフォード大学時代に、ジム・ハーボーヘッドコーチの下でプレーしたことがある。彼は、大学時代にコーナーバックからセーフティにコンバートされた。フォーティナイナーズ時代のトーマス2012年に、ドラフト外フリーエージェントで、ハーボーが、 ヘッドコーチを務めるサンフランシスコーティナイナーズと契約を結んだ。最終ロースターカットで53人のロースターに残れなかったが、プラクティススクワット契約を結び、2012年シーズン終了後、ーティナイナーズとフューチャー契約を結んだ。2013年のトレーニングキャンプでは、ニッケルバック、セーフキとして起用されたが、最終ロースターカットでロースターに残れず、 プラクティススクワットとして、ナイナーズと契約を結んだ。2013年12月10日、マイアミドルフィンズと契約を結んだ。その5日後の12月15日、第15週のニューイングランドペイトリオッツ戦で、残り2秒に、トム・ブレーディのパスをインターセプトして、逆転 TD パスを阻止した。この勝利でドルフィンズは、タイペイトリオッツ戦の連敗を7で止めた。2014年は、 第9週で怪我し、故障者リスト入りする前までの8試合に出場した。結果的にシーズン18タックルという成績であった。2015年はドルフィンズの先発フリーセーフキとして13試合に出場した。シーズン全体では85タックルを記録した。2016年9月18日のニューイングランドペトリオッツ戦ではキャリア初のファンブルフォースとサックを記録した。 12月4日のボルチモア・レイブンズ戦では、キャリア初のファンブルリカバーを記録した。シーズン8試合の先発を含む、全16試合に出場し、58タックル、1サック、2ファンブルフォースを記録した。チームも10勝6敗で2008年以来となる、プレーオフ進出を果たした。2017年1月8日のワイルドカードラウンドの、ピッツバーグスティーラーズ戦で、 キャリアプレイオフ出場を果たした。2017年4月17日に契約延長した。2017年シーズンは13試合に先発した。12月29日に故障者リスト入りした。ジャイアンツ時代のトーマス2018年3月26日、ニューヨークジャイアンツと2年契約を結んだ。ジャイアンツでは主にスペシャルチームとして起用された。ジャイアンツでは59タックル。 1>, 1サック、2インターセプト、スペシャルチームとして16タックル、さらに、オンサイドキックのリカバーも記録した。2018年シーズンには、プロボールにも選出された。2020年4月28日、ヒューストンテキサンズと1年契約を結ぶ。しかし、第10週で、全十字人体損傷の怪我を負い、負傷者リスト入りした。ありがとうございます。